来月二十四日まで、日米文化会館、土井崎ギャラリーで。第十五回、色紙展が開催されています。今年にかける意気込みや、新春らしいモチーフを表現した色紙が揃いました。今年は、初的がテーマ。一般公募により、百二十六点の色紙が集められました。 こちらは去年12月に亡くなった歌舞伎役者18代目中村勘三郎さんによる作品他著名アーティスト政治家による作品も展示されています一般公募による作品は日本からのものもありそれぞれ工夫が凝らされたものが展示されました また、正月の伝統を学ぶ子どもたちのワークショップの色紙や、日本語学園共同システムの学生たちによる色紙なども展示されています。色紙展は来月24日まで、日米文化会館1階土井崎ギャラリーで行われています。